こういう場所をいくつも持っているのか。蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり。ジルファを助けるんだよね。ああもちろんだ。問題は居場所だが。おい見てくれ。よってただいまより鋭角化立ち会いのもと、カラグリアから侵入した不穏分子の公開処刑を実施する。これに伴い第2週屋内待機命令がシスロデン全域に発令された。特務および懲罰労働従事者以外のダラ人は解除通告あるまで屋内に留まり、処刑の中継放送を視聴せよ。違反者は不穏分子として摘発される。これは命令である。今の例のジルファのことか。どういうこと。フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう。本部前の広場だ。どういうことだ。なぜ急に処刑が早くなった。公開処刑はこの奥か。何をしているか貴様ら。屋内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。こいつらまさか不穏分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルファ大丈夫だよね。ああ早く片付けて立ち出そう。話している暇があるなら目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。攻撃止め。炎の国行くかな。巻き込め。魔王へ行くか。巻き込め。続けて。風の天使。早くの場合。フレアスラスト。やれるぞ。突っ込め。氷の槍よ。さあ次から次へと。ジルファー。
我が秩序のもとに生きることを許されし、全ての者に命ずる。我スルド、ガナベルとファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かなら、それを隠し通せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと思う。お前の仲間はどこにいる？それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみる。そろそろ下も覚えてきたのではないか。何を話せばいい？まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら、手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。
お前なんでこんなこと俺が。俺は今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー！お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト。マスター号の輝きは、これはメネック。もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア、一体。おやじ！マスターコア同士の共鳴とは、これはしたり。ご苦労だった、下がれ。それじゃああんたが。いかにも。私がシスロリアの鶴とガナベルド・ファルキリス。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。見えられると思うな、反逆者どもめ。なんと、戦わずに脱出は無理よ。くそ。アルケ。全力で行くぞ。フリーズランド。 終わらないよ。
上げろ。体を超える。当てよ。怪我人を守りながらでは不利だわ。おやせ、しっかりしろよ、おやせ。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だがここもいつ追っ手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ一刻も。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか？うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ？それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。目開けろ、親父！ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル。ジルファ。すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか？ああ、いる。いるよ。だから。
を見えない、いるのかロウ。ロウ、俺はお前に。親父、冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どの道スルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。リゴ、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ方。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。